とはとは負けられない。私の番です。へい、おっしゃ。さてて、そこ、なんとかなったわね。へい、よし、一気に行くぞ。そこ、今だわ。みんな、行くわよ。お、はい、了解。へい、と上出来かしら。先生可能、始めましょう。私の番ね。チャンスです。皆さん、お願いします。と、良いデータが取れました。分岐点か。確かアルモニカ村はここから北に向かうんだよな。ああ、左に折れて北上すればいいはずだぜ。これは思った以上に大変だったわね。はあ、ええ、少々計算外でした。魔獣も徘徊してたし、さすがに疲れたみたいだな。やれやれ、ちょっと休んでいくかよ。私はなんとか大丈夫だと思うけど、ティオちゃんの方はどう？一抜けたと言いたいところですけど、提案者は私ですし、なんとか頑張ってみようかと。そうか。ま、我慢できないようだったらお兄さんがおぶってってやるよ。それとも肩車でもしてやろうか。遠慮しておきます。そこまで子供ではありませんので。というより、私をおぶってもランディさん的には嬉しくないのでは。そうだな、俺としてはボンキュッボンとした方が。って別に下心で言ってんじゃねえよ。ま、このまま先に進もうか。魔獣への対処もある。焦らず確実に進んでいこう。ティオ、一休みしたければ遠慮なく言ってくれよ。了解です。みんなチャンスよ。オッケーです。今だわ。みんな行こうよ。そこです。上出来かしら。みんなチャンスよ。オッケーです。今だわ。みんな行こうよ。上出来かしら。そこです。へい、データ収集を開始します。任せて。そこ行くぞ。
まだまだいける。先生可能、始めましょう。私の番ね。はい、そこです。任せてくれ。スパ、よっしゃ。サルペット、よし、やった。はい、ター、任せろ。ぜい、ちょろいぜ。よっしゃ。先生可能、始めましょう。みんな、了解。OKです。上出来かしら。よっしゃ、畳みかけるぞ。今だわ、みんな。OKです。なんとかなったわね。へい、よし、一気に行くぞ。今だわ、みんな。あ、行こう。やっぱり上出来かしら。へい、私の番ね。はい、そこです。はあ、これで一安心です。みんな、立て直すぞ。あっ、離してろ。さてと、はい、任せてくれ。行くぜ。よし、スタート。はい、行くぜ。ぜい、ま、こんなもんかね。そこで
よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。ディア、まだまだいける。先生可能、始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。そこに、これが俺たちの力だ。ここは休憩所みたいだな。休憩所。二人とも、そこで少し休んでいこうか。景色も良さそうだし、一息つくにはちょうど良さそうだ。うん、そうね。正直助かります。そんじゃ一休みとするかね。いい風。ふう、やっと人心地ついた気分ね。そうですね。なんだかこのまま寝てしまいそうな感じです。お疲れ様。それにしてもレモネードをもらってよかったよ。氷も溶けてちょうど飲み頃だったしな。はい、冷え冷えで最高でした。おばあさんには感謝しなくちゃね。それにしても綺麗な田園風景だな。まるでおとぎ話に出てきそうな風景っていうか。そういや、古い建物跡みたいなのがあちこちに点在してんだな。ちょっと珍しい風景だぜ。朽ちた中世の建物跡がそのまま残されているみたいね。確かこの辺りは昔戦場になったという話だけど。戦場ですか？ええ、エレボニアとカルバードのね。ここからすぐ近くに古戦場跡があるとも聞いたわ。古戦場跡。へえ、面白そうじゃねえか。せっかくだからちょっと見に行ってみるか。いや、それはさすがに。うん、ちょっと遠慮したいわね。ランディさん、少し空気を読んでください。なんだなんだ、若いもんがだらしねえな。しかしクロスベル育ちってのはそんなに街から出ないもんなのか。普通街道くらいはたまに出歩いたりするだろう。いや、それがめったに出ないんだよ。基本的には市内だけでも全てのものが揃っちゃうしな。もともと貿易都市だから自治州内で自給できなくても成り立ってきたのよね。大抵の移動は鉄道か飛行船。最近は車やバスもあるから自分の足でここまで歩くのは正直久しぶりかもしれないわ。私はクロスベル育ちではありませんが、しばらく財団の研究所にいたので、こんなに歩いたのは久しぶりです。なるほどね。いわゆる文明病ってやつか。その割にはロイドはあんまり疲れてなさそうだな。俺は一応警察学校でサバイバル訓練を受けてるから。そういうランディこそ元警備隊なだけはあるみたいだな。汗一つかいてなさそうだけど。歩き回るのは慣れてるからな。おっと、戻ってきたみたいだぜ。クロスベル市に戻るバスね。一瞬手を挙げて乗せてもらえそうになりました。姉に乗ったらせっかくここまで歩いた甲斐がないってば。とにかくもう一頑張りだ。多分
ここから村まではもうそんなに歩かないと思う。え、そうね。はあ、了解です。よし、そんじゃあ行くとすっか。負けられない。さてと、はい、おっしゃぜ。任せてくれヤト。まだまだいける。タア、そこです。もらったぜ。私の番だ。よし、やった。私の番です。タア、おっしゃ。まだまだいける。そこです。よし、上げていこうぜ。はい、任せてくれ。エディア。はい。任せて。行くぜ。お返しです。さてくれ。よし、やった。私の番です。行くぜ。ぜ、ま、こんなもんかね。よし、一気に行くぞ。私の番だ。俺の番だな、やっと。よっしゃ。さてと、そこです。私の番だ。行くぞ、えっと。まだまだいける。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だな。エディア。そこ。チャンスです。皆さん、お願いします。そこです。よっしゃ、行くぜ。男行きやがれってな。さあ、かかってこい。せっ、俺の番だな。そうだ、
行きます。さあ私の番ね。そこ任せろ。俺の番だな。次だ。まだまだいける。来やがれ。よし、次は私の番だ。さてと、そこです。任せろ。任せてくれ。任せて。行きます。よっしゃ、行くぞ。よし、もう大丈夫だ。行きます。そこです。行くぞ。えはここだ。しゃあ、一気にボコるぞ。そこです。男行きやがれってな。ここがアルモリカ村か。エリ、ティオ、大丈夫か？ええ、さっき休ませてもらったし。はあ、私もなんとか。それにしても綺麗な村ですね。花咲き乱れる田園風景、こんなに綺麗なところだったのね。それになんだか甘い香りがするけれど、もしかして蜂蜜の香りだな。向こうに蜜蜂の巣箱があるぜ。データベースによると、アルモリカ村の蜂蜜といえば特産品の一つみたいですね。品質も極めて高いため、周辺国にも輸出されているとか。ああ、そうみたいだな。雑貨屋でもよく売ってるけど、こんな場所で作っていたのか。そうね、知識として知っているのと実際を知るのとでは大違いか。あ、エリ？ううん、なんでもない。それよりもこの平和そうな村が魔獣の被害に遭っているのよね。ちょっと信じられないけど。まあな、のんきそうな村に見えるが。警備隊の調書によれば、この村の村長から事情聴取を行ったそうですね。ああ、まずは俺たちも村長さんから話を聞いてみよう。
村長さんの家、一体どこにあるのかしら。